はい、今日もご覧いただきありがとうございます。この間私が撮りたかった俳優展にご参加いただいた井崎龍太郎さん、お越しいただいておりまして、せっかくなので写真家である井崎龍太郎さんが大切にしている写真集を、実際にですね、お荷物になるにもかかわらずお持ちいただきまして紹介していただくことにしました。ありがとうございます。持ってきていただいていいありがとうございます。結構持ってる方ですか、いろいろと。めちゃくちゃ多い人もいるじゃないですか。本棚ぎゅうぎゅうに詰まって、あそこまでなくて、ただ写真集が好きなのである程度こう集めてるし、集めたいなみたいな欲はあります。はい、そんな中でも今日、はい、まあ4冊というか4選ということでお持ちいただいたんですけど、はい、本当はもっとこの4選というか、まあ、分厚い本がすごい好きなんですよ。本で、ま、なんかギュッと詰まって、うんうん、なんかこう物体としてしっかりしたものが、うん、はいはいはい、だから普通に限界ありますもんね、ここに持ってくるそう、だから本当はこんぐらいだったけどバランスも考えてたんですね。少し前の振り返りじゃないですけど、うん、はいはいはい、こういうのもともと好きで、その俳優展の展示 のポスターみたいな話になったんだっていうのが、はいはいはい、なんかこう段階的に分かるかなっていうのがあったので、資料として。でこのボロチジンなんですけど、はいはい、2017年ぐらいに作ったもので、はい、バンドアーティストのオーパスインっていう、はい、僕がその写真を提供したりとかアーティスト写真を撮っていた彼らの、はい、ファーストのアルバムを元に作った一冊 で中に、そういうリリックというかタイトルとかデザインをあしらったものが入っていて、で完全に自分たちでというか自主でもう20冊作ったジンみたいな感じなんですけど、はい、年季が経ちまずは、はい、2017年だったと思います、うん、そのバンドの方のためにつ、はい、そのお仕事でというわけじゃなくて。そうですね、せっかくなのでって言って、はい、で彼らが、まあ、その演奏をして僕がその写真の展示をしてみたいな合同企画みたいなのをもとにこれをリリースしたっていう感じです、ね、でもすごい今となっては気に入ってますね。この時しか作れなかったなって思って、僕もその 彼らも好きな共通項みたいなのがあって、はい、でそれがなんかその SF と 海とか青緑みたいな世界観だったんですよ。そこで仲良くなって、でじゃあ一個なんか一緒に作品作ろうかみたいな話で、まあちゃんとその、アルバムの曲に合わせたなんかこう写真を撮って、でデザインも組んでもらって、だからこういうのって写真単体でいいというよりもデザインが入って成立するみたいなものがもともと好きだったんだっていうので。でも確かにこれを見たら井崎さんって、うん、今は僕あんまイメージないですけど、確かに海のイメージありましたね、はい、そうですね、海めっちゃ好きで。確かに確かに、はい、すごい、そういう始まりがあるんですね、本を作ろうの始まりで。そうですね、バンドのアルバムを元に、うん、で一冊目というか自分で作った製本がこれ。でもこれ 20部のジンって、はい、めっちゃお金かかりますよね。はい、ですよお金がなくて、はい、少数しかもちろん作れないから。かといっても1冊あたりにしたらめっちゃ高いですもんね。そうですね。売ったってことですか。売りました。こういう本とかこういう作ることが好きな原点ですね。そうですね、ありがとうございます。はい、ここから多分 2年か3年くらい経った後に作ったのがこの、はい、一応写真集としては初めて。初めてですよね。タイムマシーンという本で、これは200ページぐらいかな。おお、すごい。はい、これもあの一生さんとやられてるんですか。これは違います。あ、これは違うんですね。これは星香陸くんっていうデザイナーで一緒に作りました。
ロケットの時にこう積み上げたやつですか。そうです、まあ、見れないからあれなんですけど、あのざっくり最初と最後だけ、はい、でこれそのまあアートディレクションもしてくれた星川君と一緒に作ったんですけど、でまあその当時からまあ彼に一応丸投げというか、まあ大枠だけ伝えてタイトルと、はいはいはい、で、そのでまあ星川君の妄想のもとストーリーを作ってもらったんですけど、はい、まあ、まずこれがこのワープしてるみたいな、あ、へえ、はい、なるほど、なんかこのうね地毛のうねりみたいなところを使ってくれて、うんうん、でなんかこれもそのタイムマシーンって、まあ、写真自体がタイムマシーンじゃないですか基本的に、うんうんうん、まあ、だからまあそれだったんですけ ど、 なるほど、はい、まあ、なんかそのこの写真でその写真集を掘り起こしたみたいなところから進めて、そうでそこからなんかこのすごいこれ説明するの久々すぎて懐かしいですけど、なんかこの爆発次元を超えてみたいな星川くんなりのこのインスピレーションというかがあって、なんかその不時着からのいろんなものを初めて人がこう見ていくみたいな、色を知ってそこから自然を知って生き物を知ってみたいな流れなんですよ。で徐々にあの人が出てくるんですけど人間を知るみたいな、うん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 、で、ここからこうちょっとフックになってる箇所がいくつかあって、うんうん、でこう軸を超えるみたいな、で人間が徐々に出てきた後に人工物みたいなことになっていくんですけど、はい、へー、なるほど、そうでもう意味わからない感じのことになっていって、で最終的にドボンで海しか残んないみたいなの、はい、めちゃくちゃバッドエンドなんですけど、なんかそういう流れ、それを丸投げして作り上げるのすごいですね。一緒になんかこういうの好きだよねみたいなのは共通言語としてあったんですけど、でも大枠は作ってもらいました。すごい。ロケット表参道のロケット今はちょっともうなくなって、あ、なくなったっけ、はい、ですけど、まあ、すごい憧れてる場所で、まあ、その状況前からやっぱり誰かやってました、憧れの人とか。いやちょっと覚えてないんですけど、いやもうでも大体なんか、まあ、でも確かによく耳にしてたですもんね、はい、いろんな人が。そうですね。でもあの一回グループ展というか1993っていう、はいはい、93年生まれの、はい、で僕があの田舎から出てきて、そこでやっとこう東京のコミュニティというか、うんうんうん、知り合いがやっと増えたっていう、あの機会だったんですけど、はい、その時に場所がロケットで、うんうんうん、であのギャラリーの方に作品というか人物を知ってもらって、はいはいはい、で個展のお誘いいただいて、ここだって思って来るなら今だみたいな。そのために撮ったりもしたんですか。あ、もあります。これもあるんですね、意識して。はい、確かに。さっき言ってたこの物としての重量感とかも好きっていうのも、これも一つそうですよね、はい、そうですね。もう資料集みたいな写真集が好きで、なるほど、まあ、そもそもその学生の時からも資料集が好きで、はい、あるじゃないですか、歴史の、はい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 、世界史の資料集みたいな。だからボロボロにしたい、なるほど、したいというか、うんうん、なってるのになんかこう愛おしさを感じるというか、それはあります。上京して間もなくで勇気いりますよね、展示個展も。まあお金も一応かかる、いろいろかかるし。お金はかかりますね。でも攻めてますよね、だって、はい、まあここ別に文字なしで。あ、そうですね、めっちゃ気に入ってますね、この本は。よかったな、作ってって思うし。いや面白い、ありがとうございます、説明していただいて。いい、3冊目あ、ちょっと一旦お見せしてみようかな、はい、はい、こちらですということで、上田義彦さんの Our Life with Camera いうかなり大きな写真集ですね、はい、いやこれ僕も上田さんも本当に大好きですけど、はい、もう手に入んないですもんね多分。
すごい値段で売られてたりしたんで。あ、本当ですか。そうそう、はいはいはい、これはもう本当すごい宝物です。そうなんですね、はい、日本の写真家で誰が好きって言われたら絶対上田さんって答えるようにしてるぐらい。そうなんですか、はい、写真ももちろん好きだし、その佇まいというか、ご本人の感じも好きで、まあ、今ちょうど写真展やられてて、うん、その前あ当日かオープニングの日とかにラジオ出演されてたんですけど、はいはい、それもこうなんかこう聞いてめちゃくちゃファンみたいな、なんかこう時間待ってあ始まったみたいなことをやったりするぐらい好きな人です。まあやっぱり自分で写真を撮ってる時は撮ることというか何かこう自分でやってる感が楽しかったりするんですけど、徐々にやっぱ知識がついていって、どういう人の写真が好きかとか、はい、他の人の作品を見始める時期があるんですけど、そこを一回経た時に改めてというか、うん、まあ、うん、知った時に好きってすごい好きってなってからもずっとファンで。めくってもらってもいいですか。基本的にお仕事の本、はい、を集め本あそうですね、うんうん、ポートレートのシリーズもあれば、うん、広告のシリーズもあって、はい、であとは個人的なライフワークの写真もちょっと、うーん、でも全体で上田さんって感じ。いろんなものをギュッと集めたやつですもんね。そうですね、もう本当に人生って感じの本だと思います。なんかテーマに沿ったというよりも、その本当に人生取ってきたもののベストをいっぱいみたいな、うんうんうん、いやこのシリーズですよね。いやめっちゃ好きですね。すごい、めっちゃ綺麗ですよね。マジ綺麗ですね。これはもっと着たいって思いますよね。このライフイズカメラってめちゃくちゃ潔いというか、あとこの色を多分ご自身のなんかカラーで結構覚えちゃってるんですけど、なんか上田さん本人をこう表すような一冊っていうのがすごい好きな、うん、なんか人生って感じで、なんか生きた本当証みたいな。特に好きなのがこの最後の文章なんですけど、なんかすごいピュアに最後ら辺に写真に会えてとても嬉しい、写真と共に歩む人生を選んで幸運だったと思うみたいな、なかなかすごいピュアな文章が書いてあるんですよ。これになりたいなって思うし、うん、前半の文章もすごい好きだし、後半がもっと好きで何も難しくないんですけど、はい、いろいろあってこんだけなんかシンプルな言葉になってるみたいな、はい、もう一度生まれ変わっても写真家になりたいと思う、写真に感謝でいっぱいだ。よくないですかこのドストレートな。ドストレート、めちゃくちゃドストレートで、はい、で Life is Camera ってタイトルすごいですね。が好きな、確かに最後って、まあ、ご本人書くこともそんなに多くはないかもしれないし、はい、うん、他の人が寄稿したりして割とこう客観的な意見だったり難しい感じで終わったりとかよくありますもんね、うん、これクライアントワーク集って、はい、なんかクライアントワーク集感めっちゃ強いじゃないですか。あ、そうです、写真集、はいはい、こんだけの仕事やってきた奇跡みたいな感じのドヤみたいな、ドヤみたいななっちゃいますよね。でもまあまあ、だってこれそんな感じじゃないですね。仕事といえど全部ここさっきあった人生だし、ね、いや本当に思いのにわざわざ持ってきてもらって、いいえありがとうございます。絶対持ってきたかったです、そんなで、はい、ちょっと打って変わって打って変わって打って変わって最後すごい薄い本、はい、写真集というよりもジンなんですけど、はい、これ友達の山本ナイルモデルさんの、はい、が最近本当に最近初めて出した本。あ、最近なんですか。はい、彼女とはすごいもう一人友人踏まえて、はい、探検隊みたいな遊びをする中で探
タイトルとクリエーションズ、うんうん、こういうジン山本ナイルさんが作った撮ったし自分で今回全部自分で作ってるみたいです。探検隊メンバーが作って調査報告みたいな感じなんですけどでも本当にナイルの良さがすごい詰まってるというか、まず何でもやってみようだし、その見つけて嬉しいっていうのがすごい伝わる、なんか発見して、はい、さっきの自分もそうですけど、うん、コレクションちゃんとしてるのが、やっぱ作るのってこういう本一冊でもなかなかあのなんて一歩踏み出すのって重かったりもするじゃないですか、うん、でもようやく好きなものたちを集めて一冊にしたんだっていう嬉しさと相まっておすすめというか、多分買えると思います。ああそうなんですか、はい、この山本ナイルさんは写真も常に撮るのが好きな方なんですか、はい、撮ってます。あ、そうなんですか。もう常に iPhone 持って、へ、常にというか見つけたらそのアンテナが、あ、そうなんですね、はい、物の見方をちゃんと好きなものを好きって、うんうんうん、あの言えるところとか、なんか独自の視点があるところとか、なんか作為的じゃなくて自分が本当に発見したものとか、うんうんうん、誰がなんでどうなんでこれになったのみたいなのを、はいはいはい、自分の疑問を持って、もうなんでだろうの人なんで、うん、この人は。しかもまあそれが共感を得るかどうか、まあ全然別だし、うんうん、自分のために。そうですね。iPhone で撮ってるのかな。そうです。あ、そうなんですか、はい、そういう感性も持ってる方なんですね、うん、もう自分が記憶する中ではかなりのコンピューター音痴というか、あんまりそういうの得意なタイプではないはずで、はず、でもこれをこうちゃんとレイアウトやって、うんうんうん、これはこうでどこに発注してみたいなやったって思うと、なんか大切にしたくなるし、はいはいはい、本人の、それはもうお友達ならではの、うん、ならではの感じありますね。これはもうジンの可能性とかジンのいいとこめっちゃ出てますね。出てますよね。ジンで作る意味がめちゃめちゃある、うん、こっちとの違いもギャップもすごいし、それもいいかなと思って。いや、いいですね、面白い。ということで最後に紹介いただいたのが、山本ナイルさんが作った、ジンですね、アンタイトルドクリエーションズということで、ありがとうございます、紹介いただいて。 いえ、ありがとうございます。ということで今日は伊崎雄太郎さんに、大切にしている写真集ということで4冊ほどお持ちいただきました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。